油揚げ豆腐。ねえお父っつぁん、また来てる。おい、そんなところで何やってるんだ。おい、さ、え、誰？いや、顔は分からなかったが、若いやつだったな。君が悪い。そいつはおみつ、お前に惚れてつきまとってるんだろう。え？物好きなやつもいるもんだ。いや先生、もう何をのんきなこと言ってるんですか。そいつが思い余っておみつさん殺して俺も死ぬなんてことになったらどうするんですか。そういう時は藤森、お前がおみつの盾になって死んでいけばいいんだよ。おい、お前冗談言ってる場合じゃないぞ。そいつが覗いてるかわかんない。ちょっと行ってみておれ。そうですね。薬種問屋の江口屋の若旦那、幸太郎だ。俺に何か用か。何か用かって、あんた今診療所覗いてたろ。覗いて悪いか。は？手遅れ医者ってどんな治療すんのか見てみたかっただけさ。あろ、それではこれで。確かに頂戴いたしました。ただいま受け取りを。若旦那、そんなとこで覗いてないで、ちゃんと顔出したらどうです。内屋にそんなせがれがいたのか。あそこの旦那は2年前から中期で動けないんです。仕事は大番頭の清兵衛さんが一人で取り仕切ってるらしくて、そこへ旦那の面倒を見るということで御妻さんが来たんです。その御妻さんの連れ子があの男で、気持ち悪い男なんですよ。そうか、御妻の連れ子か。これは病気だな。病気？片思いという立派な病気だ。昔から言うだろ、恋煩いって。つまんない。親父、こちらです。お連れいたしました。どうかしたのかい。ああ、いえ、どうぞ。吉松親分です。親分、お願いがございます。お、娘さんを江口屋の嫁にいただきとうございます。え、座って。お前さん、確かせがれの幸太郎です。親分、若旦那は親分の娘さんに惚れちまって、もうどうにもなりません。飯も喉を通らないってやつで。お願いです、お願いします。娘さんをこの江口屋にください。お願いします、お願いします。親分、お断りだ。うちの三つは嫁になんかやらねえ。柔軟先生のそばで立派なお医者になるまで嫁になんか行かねえんだよ。会いに行くだったら。
やぶから棒に冗談じゃねえやまったく。金の力でどうにでもなると思ってやがる。でもあの野郎しつこそうだったからな。先生、うん、当分おみつここで預かってやってくれませんか。ああそれがいいな。おみつ。はい。じゃあ先生よろしくお願いします。お、分かった。おみつお前も気をつけろよな。はい。夜によってこの忙しい時に江口屋のやつ何かあるのか。へえ、この深川で揉め事が起きそうなんで、そうなってからでは遅いんで。じゃあ深川で揉め事、何だろう。おみつ、今やつが来てるぞ。先生。お前さん行って直に引導渡してやるか。はい。よし、わしもついてってよ。さあおいで。ちょっと。さんから聞いてくださったと思うけど、私ここでお医者になる修行してます。だからお嫁には行きませんから、もう覗いたりつけ回したりしないでください。それだけです。おい、なんとか言わんか。俺は諦めん。どんなことをしてもお前を俺のものにする。おい、たかが貧乏医者、偉そうにするな。本当のこと言いやがったな。先生、あの野郎。もう先生、親父の力借りるのは何が嫌なんだ。俺たちのこと勝手に捨てやがったくせに。親父に言えや。おい、相手はたかが町医者だ。おっか、おっかが手ついて頼みや。親父は何とかする。おっか、いくら血のつながったお人でも、あの方はお上のお医者、早坂方言様。その立場であの町医者にうんと言わせりゃいいって言ってんだ。若旦那、若旦那、まあ、大丈夫ですよ若旦那。ここは勝五郎の元締めにお願いしましょう。元締めは早坂方言様とはごくごく親しい仲。元締めが言えば。若旦那、まあ、ご安心らしておくのだい。それよりね、まあ、これは余計なこったが、商売を早く勉強することですな。うるせえ。まったくこのバカ息子には困ったもんだ。しかしこれでまあ運を追っときゃ、ミスは全て万さん、おめえさんの思いのままだ。後でこっそりいただきやすぜ。てめえら、この辺りでうろうろしてんじゃねえよ。この辺りはな、勝五郎元締めの縄張りだ。受けてな。誰が決めたんだよ。やっちまえ。あ、どうだ。あちこちで小競り合いが始まってるです。はあ、そうか。秋山さん、ん、商店一家と高橋の勝五郎のいさかいのきっかけは一体何だったんです。きっかけか、うん、お前はお役目につく前の話だ。13年前、商店の三郎が何者かに殺された。
当時一の子分だった高橋の勝五郎がやったんじゃないかと。ああ俺も吉松も躍起になったんだが何の証拠もねえ。勝五郎は仁三郎に取って代わって次第に深川の裏の仕事を支配するようになったんだ。それが近頃になって商店側が盛り返してきた。私も聞いてましたよ、深川で大騒動が起きるかもしんないって。現に私の店がやられちまってさ、高橋の勝五郎なんか何とかしてもらいたいよ。それにしても13年前の元締めの敵討ちだなんてお上は許しませんよ。それにね先生、勝五郎の後ろにはお上の偉い人がついてんだって。誰だそれは。先生の前じゃ言いにくいけどさ、江戸で一番偉いお医者さん久保様のお脈も取られるっていう奥向きお医師の早坂宝元様。そんな偉い医者どうしてそんな裏の元締めと付き合いがあるんだ。さあそれは知らない。表に立派な顔が止まりましたよ藤森。はい。見てこい。はい。先生先生大変です。今お話になってた早坂宝元様が先生にお会いしたいと。私に一体何の用だろうな。待ちなさい。どうだろう、純庵殿。わしの手伝いをしてみる気はありませんかな。は？身分は私分。まあ100票ぐらいはいただけるでしょう。貧乏な町医者であるよりはマシだ。ただし一つ条件がある。今の娘おみつ薬師問屋の江口屋の嫁にやってもらいたい。お前さんが預かってやる娘じゃとか。うんと言ってくださればわしはすぐにでもお前さんを推挙しよう。まあさすれば次の次ぐらいには方言になれる。お断りします。断る。可愛い弟子を道具に使って奥医師になどなりとはありません。患者も待っておりますのでな。どうぞお引き取りを。わからぬ男だ。安い金で大勢の患者を見てそのうちに己が疲れ果てて死んでしまう。そんなことになってよいのか。お引き取りを。先生驚いたよ。あの方言はな江口屋に頼まれてやってきたんだ。おみつお前さんを嫁にやってくれればこの私を奥向き医師に推挙するというんだ。先生本当のお気持ちをおっしゃってください。奥向き医師になられるのがお望みなら私江口屋行っても構いません。バカ情けない。
お前さん私と何年一緒にいるんだ。江口屋のバカ息子は早坂方言のせがれだ。隠し子。え？その早坂方言というのは元は東海道掛川藩のお抱え医者だ。藩主の太田備中守が老中になって奥向きに推挙したのが元らしい。それと江口屋の後妻のおしげは早坂の元で働いていた時にできたらしい。そうだったのか。うん、もっと驚くことがある。え？勝五郎はもともと掛川藩のある侍の小物だった。それが江戸に居ついたんだ。早坂とはその頃からの古い知り合いだそうだ。早坂が少しずつ階段を上っていくうちにだ、勝五郎も商店の二三郎の子分から少しずつ力をつけていった。そして13年前、商店の二三郎が何者かに殺された。この頃は勝五郎と早坂は持ちつ持たれつだとか。勝五郎は金のありそうな病人を見つけると早坂をこっそり連れていくんだそうだ。え？早坂方言をか。ああ、江戸一番、あ、いや上様のお脈を取る名医という触れ込みでな。治療代のほかに莫大な謝礼金を取るんだそうだ。まあ医者の腕はどうだか知らねえが、謝礼金は山分けしていたんだろうな。早坂方言正体見たりだな。手遅れ医者か。いやー、若旦那には参った。諦めるどころかますます頭に血が上って、何とかしろ何とかしろに言ってんばい。もう戸締め、他に何かいい方法は。どうだい、いっそのこと消しちまったらどうかね。その方がかえってお前さんもすっきりするだろう。もう戸締め。冗談でございますよ。それにしても父親があの吉松さん、やっけえだな。とにかくあのバカ息子に嫁を取らせて江口屋を継がせれば、あとはこっちのもんだ。私と元締めで好きなようにできる。いい考えがありましたらよろしく。医者呼んでくれ。13年ぶりに江戸へ戻ってきたせいか具合悪くていけねえ。力は出ねえ、体上痛え。早坂方言だっていい。俺は勝五郎一家の大恩人。今の勝五郎一家があるのは俺のおかげだろ。分かって分かって。ところで長介、お前吉松親分のことはよく知ってるよな。13年前のことならな。奴の弱いとこ知らねえかい。ここを医者何でも言うことを聞くっていうような。江口屋の嫁のことだろう。おめえ聞こえていたよ。任せてくれ。言ってやろうかい。
れで今頃。覚えてるか、13年ぶりに戻ってきた。忘れたのかよ、13年前の晩、二三郎が刺された。二三郎をやったのはおめえだな。ああ、勝五郎に20両で頼まれたんだ。ところがお前は弥一がやったと思い込んで、弥一の野菜を押し込んだ。ああ、弥一。え？三郎を殺したんてめえだろ。ああ、白状しろ。俺じゃねえ、俺はただ見張りをしただけだ。助けてくれ、助けてくれ。おい、どうした、おい、やいち、おしっかりしろ、どうしたの。弥一の心臓はもともと弱かった。お前に殴られて破裂して死んじまった。お前が弥一を殺したんだよ。おみつはその弥一の娘だ。娘に知られたくねえだろ。お前娘の仇だからな。知られたくなかったら江口屋に嫁にやれ。それが嫌なら俺に50両。どっちかにしろ。返事は明日でいい。八つ八幡様の境内の裏。いいな。育てろ。育てるんだ。
今さらおみつが俺の娘じゃないなんて言えねえ。死んでも言えねえ。あん時はな、一人者のおめえが実は死んだかみさんの子供を上総の親類に預けてある。でそれを引き取るんだってことにして町役の旦那方をうまいこと言いくるめたんだっけな。そうだったけど、その後が大変だった。うん、もらい父よな、方々駆けずり回って。こんなこと言ってても始まんねえや。夏先生よ、俺どうしたらいいかね。お前さん、おかっぴきだろう。え、13年前の二三郎殺しを白状したんだわ。ひっ捕まえてぶち込めばいいんだい。そうすりゃおみつのことなんか吹っ飛んじまう。しかしな、他のもんに知られちゃ何にもならねえ。一人と一人でやんなきゃな。吉松親分、決まったか。ああ、決まった。娘を嫁にやるか、それともてめえを召し取る。何？13年前の二三郎殺しでてめえを召し取る。たとえそうだとしても証拠も何もねえだろ。おい、くたばれこの野郎、捕まってたまるか。何しやがるんだこの野郎。おい、長介、長介、しっかりしろ。おい、うまくいったな。え、死んでるじゃねえか。人殺しだ。早く役人呼んでこい。人殺しだ。おい、あ、長介って野郎を殴り殺したってんだけど、先生ちょっと見てやってくんねえか。だからどういうわけで長介に会ったんだい。それは言えません。おい吉松、おめえってどうしたんだよ。俺たちに内緒で探りを入れていたんだったら。それはそれでいい。ああ、勝五郎の一家を恨んでる商店の二三郎の残党とこの深川で大出入りをするかもしれねえ。そいつをおめえ止めるつもりで動いたんだな。
そうだな。なんとかが。いやーったよー。藤森、おみつ、みんなも仏の顔をよく見てみろ。うん、青黒いだろう。手の爪も足の爪も真っ黒だ。これは殴り殺されたんじゃない、毒を盛られたんだ。それも何日もかかってな。旦那、吉松すぐ話してやってくれ。分かった。旦那、うちの親分が殴って死なしたんじゃありません。すぐ解き放せって純庵先生が。純庵先生の見立てじゃ毒を飲まされたんだ。そんな。吉松、よかった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 。先生、おう、ご心配を。うん、お父っつぁん。ねえ、もう私嫌、嫌、もう仕事やめて。おみつが養ってくれるのかい。おみつ、吉松はな、お前さんを幸太郎の嫁にはやらないと江口屋へ断りに行ったんだぞ。あの男は江口屋に頼まれたんだってよ。俺を締め上げてうんと言わせようとしたんだ。で、頭きてな、一発ぶん殴ったら、まあそういうわけだ。すまなかった。勝五郎、いつになったらあの娘と一緒になれるんだよ。俺の言う通りにしねえとてめえと方言のこと全部バラすぞ。若旦那、正向きにならねえでわかんない。もう少しの辛抱なんで。誰も通ってないわ。お店もみんな閉めちゃってるし、やっぱり物騒なこと始まるのかしら。勝五郎なんてのがどうしてこの町にいるんだろうね。これじゃ食いっぱくれちゃうわね、お姉さん。はあ、ひどいもんですね。こんなことが続いたら貧乏人は干上がっちまいますよ。たった一人の男が好き放題やってるだけでこんなになっちまうなんて。おい、早坂方言、またねえかい。おい方言、黙れ黙れ。方言、またねえかよ。おい、おい、この日暮らしの叩き手が俺から隣のこの重量ふざくりやがって。たまらねえ、たまらねえ、たまらねえ。かかは信じましたじゃねえかい。不王様のお脈を取ってると言うから俺はお前を信じてどうするんだよ。どうしてくれる。たまらねえ、たまらねえ。なんとかいいよ。このまま幸太郎のさばらせておくと俺たちだけじゃねえんだ。宝芸様にまで迷惑が及ぶ。せべさ、いいね。いい。しかしいくらなんでも宝芸様のお子かむわん。そういうわけだ。
寝坊した。藤森、遅いぞ。おはようございます。先生。お、どうした。先生。この男、江口屋の息子、幸太郎だ。旦那。おそらく勝五郎と方言にやられたんだろう。江口屋へ届けてやってくんないか。わかった。手の通りの町医者だ。手遅れ医者かい。江口屋さんのことで勝五郎親分と話があるんでやってきたんだ。上がらせてもらえ。ちょいと親分さんに聞きたいことがあってな。あの長助だが、あいつが飲まされた毒はただの石見銀山じゃないと思ってね。親分、そろそろとちょっと顔色が悪いな。あ、見てあげよう。こら、甘いもんの食いすぎだ。ちょっと甘いのは控えた方が良さそうだ。医者の言うことはよく聞くんだよ。おとじめ、おとじめ、来てくれ。なんだ今自分。方言様、ちとお耳を。勝五郎はもう手遅れです。世の中には生きてられちゃ困る人がたくさんいるもんね。方言様、お前さんもその一人で。
町の衆の願いは通じたんですかね。ぽっくり行っちゃうなんてね。これで安心して深川に住めるわね。あ、そうで、お前この深川に居座るつもりかい。だってお姉さん一人だし心配だもん。私は大丈夫ですよ。よく言いますよ。もう一本行きますか。何かお前だってこの間あそこで転んでたじゃないか。あれはお姉さんが転びそうになってるの。もう一本つけとくれ。先生。お。おはようございます。ああ、おはよう。どうだ、久しぶりにうちで泊まって。お父っつぁんのいびきがあんなにすごいと思いませんでした。あんな雷みたいないびき、お前さん知らなかったのか。はい。直光、お前さんもう知ってたんだろう。先生。うん。私聞いてしまったんです、先生とお父さんの話。なんかもうどうしたらいいかわからなくて。でもどうやって生まれてきたかなんかより、今日まで育ててくれてお父さんありがとう、ありがとうって何度も何度も自分に言ってるうちに朝になってしまいました。私大丈夫ですから。でもお父っつぁんには内緒にしといてください。どんなことがあってもお父っつぁんはお父っつぁん、岡っ引きの吉松ただ一人。そうだな。